こんにちは。久々の一人でのインスタライブです。ちょっといきなりになっちゃって宣伝できなかったんですけど、あ、初見です。ありがとうございます。ゲリラライブですってコメントを固定。花高、ありがとうございます。こんにちは。まあまあライブ30分ぐらいかな。だから1時半に始めたから、まあ、2時ぐらいまでちょっとやって、まあ、質問とか答えられたらいいなって思います。ごめんなさいね、いきなりで。入学式、楽しんでください。頑張ってください。ちょっと不安かもしれないですけど、おはようございます。すごい、たくさん来てくれる。42人、40人、え、ちょっと授業、そっか、もう大学とかの人もいるのか。いや、頑張ってください、ほんと。How are you? あ、I'm fine. Thank you. あ、燃え袖、恥ずかしい、やめよう。なんか台に乗ってよっかな。どこかの言語を覚えられるとしたらどこの言語を覚えたい？でもやっぱ中国とか韓国、まあ中国とかにファンがいるから中国語とか喋れたら、なんかまたオンライントークイベントとかで話した時にすぐペラペラ会話できるなって思いました。てか声聞こえてます？聞こえてたら教えてほしいです。色落ちがすごいんですよね。もうまたすぐ赤にするのかな、ちょっと悩んでるんですよね。今日アクセサリーつけてないです、何も。うん、聞こえてるよ、ありがとうございます。聞こえる。休憩中で、お、休憩、何の休憩だろう。お疲れ様です。とりあえず休憩ってことで、よかった、みんな聞こえてるっつってくれる。うんうんうん、いやー、いっぱい来てくれる、本当に嬉しいな。なんか昼ってみんな忙しかったり、そんなすぐ見れないよね。でも私も赤にする予定だから。おお、赤楽しいですよ、赤の時期は。まあ洋服、唯一洋服がちょっとなんか合わないのじゃない、合わないじゃないけど、なんかうん合わないのがあるのが難点。前髪のインナーカラー、ああ、インナーカラーってなんだろう、中に入れるやつ、ここだけ。てかもう黒髪がさ、すっごいほら、でももう傷んじゃうからブリーチちょっと怖いんですよ。ブリーチが怖くて、ガクブル。最近買ったものは、最近何買ったかな。最近買ったもの、何買った？物はあんま買ってないかもしれないです。なんかご飯、ご飯食べ、ご飯にお金使うです。なんか物買わないな。何買おう、じゃあ今なんか買おうかな、ネットで。お金ないけど、よしよ、節約しないとね、やっぱどんな時でも。でも欲しいもの、犬飼いたいな。
ネバーランド好きです、ありがとうございます、応援見てくれてありがとうございます、頑張ってます。なんか目がちょっとシワシワする。ありがとうございます、すごいたくさん、はい、ヒーヒーヒーかな、はいはいはいかな。コンビニでついつい買っちゃうもの、ん、コンビニでついつい買っちゃうものはアイス、アイスがめちゃめちゃ好きなんですよ、すっごい好きでアイス買っちゃいます。これあれだ、お兄さんのジャケットの格好だ、今思ったけど、あ、パーカーないけどっぽいね。目薬さそう、あ、そうじゃん、目薬あんじゃん、俺この中に。マジこれすっごい使える、300円なのに。え、でもみんなの前で刺すの恥ずかしいんでやめます。花粉症じゃないです。花粉症、なんかどっからが花粉症かわかんないけど、まあ、くしゃみはしたことあります。なんかで。髪切ったら、短髪にしたらこうなるの。わりかしあり。もうちょっと痩せたら、あ、ありだな、別に。あ、え、このもっさり感もういらないな、まあ、好きな人いたらごめんなさい。自分でもう自分で切んないですね、さすがに。前はちょっと前髪とかだけ切ったけど、だから後ろは切れないんで、鏡見ても切れなくて、だから後ろだけが伸びてく感じ。もうこことか段がなくてもう長いよって感じだから、美容室行きたいですね。色ね、黒髪に戻したいなとか思ってたんですけど、茶色もいいなって。そう、去年夏が赤だったからもうそりゃいいかな。なんかこれフィルターあんのかな、素敵時間。いや、歯がキモ…あ、おお、うん、なんか質問があればぜひ聞いてください。それめったにあんまインスタライブやんないから珍しい方なのかな。やりたいけど、ま、じゃあまた今度やります。絶対今度は告知してやるんで、今より多くの人に来てくれるといいな。DM は全部読んでます、ちゃんと。来たの全部目通して、あの認証っていうんですかね、わかんないけど、その既読はつけれないですけど、ちゃんと全部見てます。写真とかよく送ってくれる子いるんですけど、それもちゃんと全部見てます。すごく嬉しいです、そういう DM。 コメントも全部見てて嬉しい。何の音楽今聴いてますか？今、あ、最近ってことだよね。最近はね、本当にキングヌーさんの曲ばっか聴いてます。アブクって曲が、まあ、一番新しいのかな、多分新しいんですけど、それすっごい聴いてます。やっほー。そう、キングヌーさんが俺すごい好きで、まあ、好きって言ってもすっごいファンにの方に比べたらあんま詳しくはないんですけど、そうですね、曲はもう最近ずっとキングヌーさんをの曲をお入りしてますね。
ここら辺かな、まあ、これ違う携帯であのダウンロードまだあっびっくりしたここら辺の曲まだこれあの古い携帯だからダウンロードしてないだけですけど、ちゃんとこのライブしてる携帯ではあのダウンロードしてるんでわおプレイリストとかあったら公開してほしい。ああえどういうこと公開って、なんかできるの。あ、ヒカルくんやってたやつかな、なんだろう公開できるのかな。ちょっともう前見えないからやめるね、こんな感じ。なんだろうな、え公開って何、プレイリスト公開、あ、こういう曲ですよってことかな。何も作ってない、ステージ一番死なんの全然あった。あ、でもこれはイエローバックスさんの曲だけだ。え、プレイリスト、なんだろう、ライブじゃないや、グローバルじゃない、なんだっけ、あのアキログ、ブログか、そう、僕ブログ書いてて、そちらの方で書いたんですけど、あの20歳になる前、そう、僕最近20歳になったんですよ、ありがとうございます。そう、20歳になる前の19歳の最後の夜とか、うん、に曲さよなら青春をずっと聴いてて、いや、あれ染みますめちゃめちゃ。あのもう20歳になるとかの時にさよなら青春を聴くと、ああなんかすっごいフラッシュバックします、10代の頃の。だってもう、でも高校卒業もの時も聴くのいいかもしんない、青春バイバイみたいな感じで。あ、成人おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。でも大人になんないとダメなんですね、はい、感情的にすぐなんないように努めます。おめでとう、ありがとうございます、ありがとうございます。すごい、40人になった、またありがとうございます。39人38人そんな感じ。お酒の飲みすぎは注意、そうですね、お酒はまだまだ、そんなお酒ってどうなるんだろう、たくさん飲んだら酔っ払うの怖いな。そうだね、ほどほどに、ほど酔いから。今来た、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。ね、すごいたくさんの人が見てくれて、なんだろうな、面白い話、楽しい話、なんか質問あれば、ネバーランドのこと、メンバーとかの話ならできるんで。怪我しました、これ。あ、危ない危ない危ない、立てちゃうとこだった、ここ怪我しました。あとは何だろう、自分の好きなパーツ、好きなパーツは特にないです。だってガチャ目だし、あの高いっていうか、あとエラーもっと貼りたかった。はい、好きなパーツ、まあ、直毛のことかな。お母さんありがとう。でもみんなうねってる、両親は。今日は何かのお仕事ですか。お仕事って、まあお仕事っていうか、お仕事ではないんですけど、今日はちょっとオフィスの方に顔を出してお邪魔してます。うん、早くの目好きですね。でもガチャ目だよ多分。なんか写真撮ってもいつもなんかこんな、いやこれは誇張しすぎだけど、なんかガチャ目、なんか左右対称じゃない、ほら写真あるかな、ガチャ目って。わかる、ガチャ目っていうのかな、んガチャ目にも失礼なのかな、ガチャ目っていうんですか、なんか左右違う、あのあれのあれを、はい、うん言うてなかったわ。
ケースの中何入ってるの？これはこの前僕のお友達がライブをなんかバンドマンでやったチケットを入れてます。あの招待してくれたっていうか行ってすごい楽しかったです。そう、それをのチケットが入ってます、思い出としてね。そう、その時までこっちのスマホだったから。シャシっていうのかな、目が綺麗。目が綺麗か。おでこ広いな、おでこ狭くなりたかったな。ヘロ、はい、遠距離中の年下の方に何か食べ物を送る予定です。おすすめはありますか？なんだろう、まあその子の好きなものだったり普段自分で買わないものとかも良かったりするんですけど、なんだろうな、逆に米とか喜ぶんじゃない？だってあったら絶対使うもんでしょ、食うから。あとなんだろうな、得意な料理、そのあなたが得意な料理とか前に作って一回作ってあげたものとかもう一回作ってあげて送ってあげたら、あ、これ前作ってくれたものでしょって話も広がるし、そうそうそうっつってもっと美味しくなる、なんかね、わかんないでもそういう感じのものを送ったら喜ぶんじゃない？でも何でも喜ぶと思う、俺だったら何でも喜んじゃう。着払いだったらグニニニニってなるけど嘘です、送ってくれたら嬉しい。おでこ広い方が顔整ってらっしゃる。でもさ、なんかここのさ幅が広い、ここが一緒みたいな、なかったっけ、なんかどこだろう、こことかここ、あ、一緒。綺麗なさ、そう P が良かったけどさ、なんかここ M みたいな、まあ生え際か、まあいっか、別に生きていけるからいいや、もういいです。イヤホンなしで音なしで見てる。あ、手話使えればよかった。うーん、なんだろう、イヤホンがなし、了解です。うん、何色に染めてるの？赤です。あのマニックパニックっていう塗装があって、塗装髪を染めるやつがあって、それブリーチ剤入ってないから傷まないらしくてそれにしたんですよ。しかも何回も使えるから。で赤くしたけど、すっごい毎日シャンプーするたびに真っ赤になるから、ちょっとグニニニって感じです。あ、富士ビタエ、富士ビタエって言うんだ、富士ビタエ。でも真っ直ぐが良かった、もうおでこみたいな、ザおでこみたいなのが良かったです。あとなんだろうな、髪、イヤホンなしジェスチャー可愛い、伝わったかな。よいしょ、スクショタイムして、まあ前も言ったけど全部がスクショタイムですよっていうのはもう置いといて、スクショタイムか。こういう髪型になったらっていう感じのスクショタイムでいこうか。スクショ写真撮られるってことだよね。絶対ガチャ目です、見返してください、絶対ガチャ目です。ほらちょっともうこっちが大きくない？だから無理やりこっち引っ張ればいいんだ。お昼はまだ食べてないです。でもお腹があんま空かない。これは飲んだ、あと10分ぐらい。今日のファッション紹介してください。ズボンが H&M のレディースの
ズボンで形がすごい可愛いんですよ。なんかブカって言ったりしててフレアじゃないけどなんか足が長く見えるのがあって、なんか言ったりしてる H&M のレディースのデニムで、これはこれもレディースでの古着、これ好きでよく歩くときこればっか着てるから結構見慣れてますね。あとこれはもう GU の1000円のなんかフィッシャーズベスト、フィッシングベストみたいなあったから着きました。ファッションはそんな感じです。アクセサリー何もつけてないしね今日は。でも服は楽しいよね。メンバーで誰が一番おしゃれかやりたい。絶対勝つ。腹が見えてた。見えてましたか。はずがぎーですね。あと9分。時間って経つの早いですね、こうやってみんなとお話ししてると。いや本当にこの前のズームイベント参加してくれた方本当に楽しかったです。そう、惜しくも外れちゃったよって方はまたすぐ次があるんで、その時にぜひもう一回だけじゃない再度応募してみてくださいね。これ一方的に喋っているけどね、オンライントーク会は会話できるもんね。こう、あ、午後授業かな、授業だっけ、この人、この方は午後頑張ってください。あと前なんか聞かれてた質問、好きなアニメヒロアカが漫画めちゃめちゃ好きで、アニメあんま見てないんですけど、僕のヒーローアカデミアっていう漫画が大好きです。さっき親知らず抜いたので慰め、え、こんなになっちゃうやつ、こう腫れちゃうやつですよね、大丈夫ですか。親知らず抜いたことあるかわかんない俺、あんのかな、絶対入るんだっけ。あ、すごい、オンライントーク会参加してくれた方楽しいって言ってくれてありがとうございますね。だからこれを機にまたまだ応募してなかった人とかいたらまた次ぜひ応募してみてはお願いします。語彙力呪術廻戦はアニメ途中までしか見てなくて、でもネタバレされるのが嫌だってことは見たいってことですよね。だから 見ますいつか。これですね。指ハート5個キュンです。カナタのアストラ大好きですよ、めちゃめちゃ好きです。漫画も全部読んだし、漫画2周しました。で、アニメも全部見ました。なんでかっていうと、篠原健太さんでしたっけ、作者。スケットダンスがすごい大好きで、スケットダンスも漫画全部読ん、全巻家にあって、そう、スケットダンスって漫画がすごい面白いんですよ。最近 TikTok で多分ね、広告出てきてます。帽子のかぶった青年の。見てみてください。すごいあれ、ギャグ漫画かなと思いきや、まあ、ギャグ漫画なんですけど、すごく面白いんで、ぜひ見てください。で、この方が言ってるあの、彼方のアストラっていうのもアニメすごく綺麗で面白いんでぜひ見てみてください。ナイキキュンですが、もう離れすぎちゃってこうなっちゃう人。大学大変です、頑張ってください。すごいね、もう俺高校卒業したらシャーペン持ちたくないってなっちゃうもん、絶対多分。勉強苦手だから、あ、勉強しといてね。だ、最後5分間なんかやってほしい、まあお願い事はどうだろう、まあなんか質問か、やっぱりなんかあれば。その振り付けの動画を受けてほしい。まだ間に合うかな、難しい。俺ダンス苦手だから。苦手じゃないっすよ。これなら俺、ダダ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 
今年挑戦したいことはやっぱりグループでの活動をもうちょっと幅広い生き方に見ていただけたらいいなと思っています。青木くんにアクロバット習ったりしません。まだしてないです。いやでも できるようになりたい。だと俺側転も苦手だし、うん、でも倒立はできるます。イエイ。にゃー見たい。にゃーとは猫かな。ワン。にゃー。にゃーってなんだ。 TikTok の話かな。1,2,3 にゃー。倒立はできますよ。倒立っていうかブレイクのあの片手じゃなくて手を足にしてバーンって決めるやつはできます。こんにちは。英語の授業やってきたんですけど、できなすぎて教えてください。OK。My name is 秋人古谷。Call me 秋。そんな感じ。できます。メンバーとのエピソード教えてください。なんだろう。以前に。お泊まり YouTube ライブというものをやらせていただいたんですけど、その時メンバー全員で泊まるのが僕初めてだったんで、初めてじゃないかな、そうだよね、同じ部屋でっていうのがあれだったんで、でその時は楽しかったですね。そりゃその手の振りがめちゃくちゃうまい。TikTok で、あ、なんかこういうやつでしょ、なんかこういうやついるよね。東郷さんもできる、確か。大学でスペイン語取ったから習得したらアキくんに教えるね。スペイン語マラスカハナカンペロンピンヤーみたいな。スペインっつったら闘牛ですよね。これこうやって、そんなイメージがあります。稲妻イレブンでスペイン代表の、ストライカーのシュートがあのそういう感じだった気がする。 TikTok でよく見る人いる。いやでもね、この人っていうあれはなんかフォローとかあんましないから、そのこの人っていうのは見ない。なんか回ってきたのを見てる。だからよくみんなのおすすめに出てくるような人が多分出てきてると思いますよ。さあ残り1分ぐらい、まあ大体30分だから別に2時になった瞬間切るわけじゃないけど、まあ頃合いを見てぼっちぼっちですね。本当にありがとうございます。来てくれて、ゲリラなのにこんな来てくれて嬉しいです。だから今度みんなが見れる時間もっと夜とか、前も毎回お風呂上がりとか夜やってたんで、その時にまたできたらいいなって思います。スクショタイム、じゃあ第2弾のスクショタイム。さっきは前髪開けてたから今度下ろそっか。目見えないよ。なんか ガチャ目だからもうあえても細くしちゃめよう。これさ、なんかもういいよね、そろそろ。どうなんだろう、ファンのみんなどう思ってくれてんだろう。これグーフィーってみんな言ってくれてたんですけど、別になんか特にあの時は何も考えてなず、なんかこうやってました。前髪の斜め分け、斜め分けってなんだ、斜め分け、あ、髪型が
どういうこと？七三ってこと？あ、終わった。まあ始めたのが31分だったんでね、まあ31分、あと1分ぐらい。新しいポーズあればいいんだけどね。これひっちゃんのポーズ。七三めっちゃ好きかも。本当にですか？これ七三ですよね。真面目になんない？じゃあそろそろおいとまさせていただきます。本当にライブいきなり見てくれてありがとうございます。まあなんかもっとラフにこうやって持って やろうかなとか思ってたんですけど、ちょうどいい台があったんで、台っていうかポーズだけど、眉毛すごく上手くない？自分で切ったんですけど、ここね。またね。はい、ありがとうございました。午後もなんかお勉強とかお仕事とかなんかある方がいれば頑張ってください。僕も頑張ります。ありがとうございました。またね。ありがとう。あと10秒ぐらい。またね。ありがとう。楽しかったです。ありがとうございます。またお願いします。ここね、分かった。切る気分になったら、ね、切った方がいいもんね。またね。またねー。